はい、じゃあどうします、あれコメンテーター僕のままで大丈夫なんですか。あ、いいんだ。いや、コメンテーターは俺のままで大丈夫なのかなと思って。大丈夫ですか。そんな。あ、じゃあスカワさんどうも。どうもどうもどうも、こんにちは。どうもこんにちは。はいはい、 お久しぶりです。久しぶりか。そうでもない気がするけど。はいはい、それ、はい、で、今回は今回はベスト16止まりですね。はい、あ、じゃあもうちょっとマイク近く。あ、ごめんなさい、はいはい、ベスト16。はい、あー、なるほど。予選、ま、じゃあ予選の方からなんかどんな感じの流れだったかとか。いやー、予選ね、来た瞬間日本代表決定戦かと思ったね。そんなにメンバーが、はい、ゆずきさん、はい、サメさん、サメさん、ゆういちさん、ゆういちさん、ウィールグラゲ、ウィールグラゲ、あとまああと闇鍋さんって方と、ゆりやちゃん、ゆりやさん、うん、まあ結構深いに出てらっしゃるような方々ばっかり で実績者多いし。あ、とんでもないグループ入ったなと思って。じゃあこれ入れればいい。あ、そうですね、そこに入れてもらえば。はい、はい、じゃあパーティー解説お願いしたい。あ、パーティー解説はいいよ。だから今日予選はなんと3-3なんですよ。予選3-3、3-3で抜けちゃって、はぁ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 、ゆずきさんが5-1で4人3-3がいて、はい、そのゆずきさんに唯一勝ったのが自分だったから。なるほど。そのオポネントで抜けたっていう、だからかなりやっぱりメンツもレベル高いだけあって。そうですね、ね、確かにすごいブロックでしたが、そこでも上がることができたと。うん、落ちたと思った。起動してる。最近の筋肉、最近の筋肉、最近の筋肉ですか。これマイクちょっとちゃい方がいいです。あ、はい、ごめんなさい。あ、いやいや、大丈夫だよ。最近の筋肉、いや、まあフィジカル鍛えてますよ。あ、鍛えてると。いや、そう、ポケモンフィジカルもメンタルも大事だから。フィジカル大事ですか。フィジカル大事、メンタルもフィジカルも大事。メンタルの方が大事、ね、そうだね。はい、ありがとうございます。はい、それではパーティー解説の方をお願いしたいと思うんですけど、これ今映ってるの。もう映ってますか、パーティーの方は。はい、映ってるそうです。今日使ったのは、はい、雨パーティーを使いました。雨、はい、なんかもうこのパーティー見せるとみんなにらしくないねって言われて。そうですよね、僕も最初見たとき、あれ、スカさんアメパなんだって思いました。ちょっと珍しく、初めてアメパっていうのを使ってみて、はい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 、まあ、使った経緯がずっとスタンを使ってたんだけど、すごいなんか水の通りいいなと思って、で、はいはいはい、雨使われて嫌だったんで、じゃあ使ってみようと思って組んでみたら強かったっていう、そういうパーティーですね。まあ、先ほど来てたジャスティスさんも雨ということで、あ、アメパーティー皆さん要注目です。注目です、注目です、注目です。はい、じゃあ、はいはい、パーティー解説のお願いしてもいいですか。ベースにしたのは、はい、去年 WCS の韓国の代表決定戦で、はい、韓国のセジュンが使ったパーティーをベースにしてちょっと考えて。なるほどなるほど。で、まあこれ上画面映っている。上画面映ってます。はい、あ、大丈夫ですか。はい、まあ1匹目がまあニョロトノ、ニョロトノ、はい、まあ、これ普通の CS スカーフですね。 CS スカーフニョロトノ、はい、で、まあ雨乞いでリザードンに対しても天候を取ってくる。ああ、なるほど、リザードンに対してスカーフ雨乞いで、はい、天候を取ってですね。で、次が、まあ、ルンパッパ、ルンパッパ、まあ、これもここまで普通かな、はい、鉄板ですね、鉄板ですね、本当に。なるほど。で、ボルトロスですね。はい、で、まあ、セジュンの去年の WCS カロスのパーティーはここがサンダーだったんです。あー、そうですね。そこを、ボルトロスに変えました。はい、はい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 、まあ、単純に電磁波を巻く上でサンダーよりもボルトロスの方がやっぱり特性優秀なんで、はい、まあ、そこで評価してボルトロス、決心ボルトロスで、はい、はい、で、10万目ざんぱ電磁波挑発、挑発。はー、で、次がちょっと地雷要素でクチートなんですけど、はい、S 見えてますか。これ98なんですよ。早いですね。そうです、 98 S98 のクチート、 HP135 しかなくて、下手したらニーフィアなんかより高かった。もうそのために98にしたっていう。はぁ、パーティーのメンツがニョロトノ、ルンパッパ、サザン、違う、ボルト、クチート、ガブ、サザンで、はい、基本的にニーフィアのハイパーボイスの通りがいいんで、はい、じゃあもう上からヘッドで殺しちまえっていう。あー、なるほど。で、まあしっかりそこの役割は果たしてくれてるんで、まあニンフィアのこの S98 は、いや早いですね。まだ早くなるかもしれないです。いや、そこまで早くチート僕見たことなかったです。ですよね、はい、ナイス。これずっとちょっと去年の年末ぐらいから使ってて、おー、結構お気に入りで、もう早いクチートお気に入りで。なるほど。結局クチートって遅いんで耐えて殴るっていうのすごい多いと思うんですけど、耐えて殴るってやっぱりひるみだったり急所っていう自己要素があるんで、それはそうだ、もう S 上げちゃって上から殴っちゃえっていう、そういう発想で、まあクチートですね。で、技がヘッドなだれ不意打ち守るで、ヘッドなだれ不意打ち守る、はい、じゃれつくがない、ない、じゃれつく切ったのは結局触りたくない相手ってすごい多いわけじゃないですか。はい、そうですね。まあその辺に対してあとはもうなだれで触らずにボルトロスで電磁波巻いてひるませる、はい、なるほど。
まあでも実際すごいじゃれつくよりもナダレの方が活躍する場面はあって炎にも打点持てるんで、確かに口との岩ナダレはいいサブウェポンですよね。そうですね、下手したらメインウェポンなんじゃないかっていうくらい強いですね。実際今日多分一番打ったの岩ナダレなんじゃないかな、このポケモン、うん、強いですね。まあ強かったですね、はい、で次がガブリアスです、ね、ガブリアスこれ普通のエース玉です。エース玉ガブリアス、はい、アメパーティーに入ってるのは珍しいような気がしますけど、まあでもアメパーティーってリザードンが辛いじゃないですか。そうですね、でそのリザードンを素で抜けて倒せるポケモンっていうのを考えたときに、まあガブリアスかなと。結局ランドロスだとスカーフ持たないと抜けないし、そうですね、かといって直帰で使うのも若干怪しさあるし、なるほど、まあと思って、まあその相手のリザードン対策の一つとしてガブリアスを、まあ実際このガブリアスすごい活躍してくれて、ただちょっとまあ改良点もあるかなっていうのはこのガブリアスなんですね。ほうほうほう、他に変えるとしたらどういったところを変える？言っちゃいますか？言っちゃってもらえます？言っちゃうんですか？言っちゃってくださいよ、あのカメラに向かって。ですね、最近ちょっと、はい、早いボルトロス、CS 玉とかのボルトロスがいますね、はい、それがちょっと辛いんで、はい、まあ持ち物を何かに変えようかなっていう。あ、なるほど、結局これだと上からメザ氷通されて、そうです、ね、通されちゃうんで、そうですね、それを耐えられるような何かを使っても面白いんじゃないかと、はい、それちょっとこうなったらこのパーティー次の方使えないんじゃないあれ持ってるからこうしようみたいな。まあ弾かもしれないですけど。そうですね。弾じゃないと結局耐久風というリザードンが落とせなかったりするんで。あ、そうですね。確かに。火力面で。まあ、そういう意味で弾ですね。なるほど。はい。で最後サザンドラ。はい。まあ、これ普通の CS 弾サザンドラ。うんうんうん。まあ技は流星眼悪など大文字ラスターかの。おお。まあ、第一の力は考えたんですけど、ガブリアスが地面技持ってるし、はい、まあニョロトのルンパってくると炎とかなんですかね、ヒドラン、あの辺は出てこないんで、まあ、ラスターカノンでいいかなと。むしろニーフィア呼ぶから。そうですね、確かにニーフィア意識したラスターカノンっていうのは多い、ね、ガブリアスの自信と、ね、サザンダルのラスターカノンでニーフィアも落とせるので、はいはいはい、まあそれでいいかなって感じでラスターカノン採用します。なるほど、まあ、こんな感じのパーティーですね今日。なるほど、ありがとうございます、はい、アメパーティーということで、まあ初見殺し要素加えつつ、そうですね、まあ、スタンダードにまとめた形ですね。割と素直な雨じゃないかな。そうですね、これ割と初心者の方とかでも使いやすそうですね。いやー、どうだろうね。そうでもないですか？結局あの見た目はアメっぽなんだけど、はい、アメ選出することってそんなになくて、お今日は多分半分もトノルンパ選出ってしてない、あ、半分ぐらいかな、しかしてなくて、はいはいはい、下4体も結構完成されてて使いやすいんですよね、このパーティー。あー、なるほど、それボルトロスで電磁波を巻きつつクチートで、そうですね、ひるみを狙ったりとか、クチートやまあ、悪の電磁波巻いてもうガブサザンクチートでガーッと攻めちゃ う, っていう、はい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 、そういう戦い方がすごいできるんで、はあはあ、雨に依存していないってことですね。雨に全く依存してないですね、はあ、このパーティーって本当に辛いリザードンに対しても割とアプローチが多い。そうですね、まあ、ニョロトノで天候書き換えたりガブリアスの岩ナダレだったり、はい、まあボルトロスの10万ボルトであったり電磁波からの岩ナダレでひるませると。なるほど、そんな感じですね。あ、面白いパーティーですね。うまくまとまってると思ってます。割とうまくまとめられたかなと、このパーティーに関して。ちょっとレートですごいずっと回してて、今レート1960ぐらいなんですけど、高いですね、はい、勝率が8割超えてて、8割、確か58勝11敗とかで、58勝11敗、これで、あと、それは嘘、48勝11敗、あ、びっくりした、びっくりした。まあでも、でもすごいですね。でもかなり勝率高かった。今日は結構自信持ってきましたね、このパーティーは。あー、なるほど。それでまあ予選は無事上がることができ、ギリギリ、はい、はい、決勝トーナメント、どういった相手に負けられたんですか？あー、決勝トーナメントは、まあジュニオさんに負けたんですけど、はい、ジュニオさん、はい、まあ最後3対2の状況で、まあ有利な状況だったんですけど、タク通されて負けたかなっていう感じで、結局そのさっき言ったあの早いボルトロスがちょっと辛くて、はい、なるほど、最後こっちガブサザンクチート残して向こう遠征ボルトロスだったんですね、はい、でちょっとメザ氷が重たかったんで、すごい不意打ちを通すか通さないかとかそういうタクが発生して、数的有利ではあっても上を取られている分やっぱり動きづらいところがあったりとか、ね、まあ、若干有利のタクではあったんですけど、まあそこジュニオさんがうまかったって感じで負けちゃいましたね。惜しくも敗退ということで、はい、いやお疲れ様でした。ありがとうございました。いやーパーティーも結構アメパーティー多いみたいですかね。え、R さん何使ってる？どんな R さんのアメはニョロトのルンパッパラグラージ、あ、ラグラージなんだ。ボルトロスランドロス、ハサム。あー、まあハサム、鋼枠がハサムって感じ。そうみたいですね。うん、割とこう人によって構築に違いが出て面白いですね。そうですね。結構アメは今水の通りどうしてもいいんで注目してるパーティーなんで、はい、なるほどなるほど。ちょっと改良していきたいなと。あー、はい、じゃあ次回もぜひぜひ、ありがとうございます、はい、まあ次デックスオフですかね。デックス出ますね多分、まあ、あ、なるほど、何使うか分かんないですけどね、はい、
じゃあそのテックスオフでは今回の雪辱を晴らすために、そうです、ちょっと今日はビクトリアリーグで、はい、出場権取りに来たんですけどね自信満々で、はいはい、負けちゃったんで、はい、次のテックスあたりでリベンジしたいと思います。次回ぜひ頑張ってください、はいはい、それではスカーさんでした、ありがとうございました。カメラにありがとうございました、はい